皆さん、おはようございます。マーティン、デアのミラクルボーイ、キングタクです。サッカー、誰しもでも、アイスランド対日本の結果を発表します。2対0でまさかの日本の負けですね。日本を浮いてに負けるのは、本当に情けなので、海外組は本当に少なすぎる、勝てるわけがない、うん、代表デビュー戦も、出たはいたものの長野や成宮さんや、出たものの、やはり失点が多すぎる。だから世界ランキング1位にはなってないですね、はい。次、29日、親子戦のスコア予想を申し上げます。4対0で日本が勝ちます！何度も言いますが、はい。今の日本、本当に甘すぎる、はい。考えられない、はい。まあ、いいですがね、はい。言葉にならないほどです、はい。まだ皆様、大変申し訳ございませんでした。予想を外したことを、深くお詫び申し上げます。というわけで以上です。バイバーイ。